のせーで、ほのママほのねさあ、今までですね、じゃあ今までの挨拶やりましょう。せーの、テンションもぎもぎ、古いもぎもぎほのです、ほのです。長いし、どっちがいいですか。ちょっとこれがちょっとダサいと我々のえのんきとももかけの中でちょっと話題になっていて、そろそろ変えた方がいいんじゃないかというわけで、はい、ちょっと今のにちょっと爽やか系、シンプル系、短い系にいきます。でもね、なんかあった時にね、長いとちょっと困っちゃう。確かに。というわけで本日は久々にほのちゃんとコラボでございます。というわけで本日、まあちょっともう唐突に言っちゃうんですけども、はい、本日の企画は、うん、抜き打ちほのものちゃんのスマホの中身紹介。聞いてない。いやすいません、全然聞いてない、何も聞いてない。突然なんですけど、ごめんなさい。なんか、本当大丈夫ですか。え、ちょっと甘いかもしれない。なんかやばそうなんですよ。なのでちょっと、あさってこの方のちょっと裏を暴いていきたいと思います。それでは早速チェックしていきたいと思います。まずホーム画面はロック画面です。ロック画面はこちら、さっき撮ったもうけちゃんとうちのです。待って、奇跡、同じ。え、見せてもらう。いやいや、ここ多分画面映ってるよ。ウィンウィン、こんな感じでお揃いです。そう、なんかね、さっきね撮った。え、でね、私多分ここで皆さん気づいたことあると思うんですけど、4時2分って書いてあるから、え、お前ら何時に撮影してるんってなると思うんだけど、うち、あの、十何時とか言われてもわからないの。あー。だからさ、お姉さんちょっと緊張しちゃった。友達と遊んだ時にね、こう17時って書いてあって、うん、6時までじゃあ遊んで帰るねって言ってたの。うん、で、17時が6時だと思って、17時半って書いてあって、やばい、ね、で、上の、ももかっていうの、アットももかっていうのは私が適当に決めたやつで、下のこのフィリオドアンダーバーの07はうちの SNS の ID アットになってます。うーん、で開くとこんな感じ。すごい、めっちゃ凝ってますね。呪術廻戦と、この上の何、これ上のやつね、うち何か教えてほしいんだよね。 めっちゃ見たい、この漫画。ちょ、ごめんなさい、あのこれ、あのピクスチャートっていう、ピクスチャートって言ったらいいのかな、分かんないけど、それのところに出てきたやつなんだけど、漫画だね。この漫画教えてほしい、ちょっと見てみたいなと思って。で、下はあの女の子、かわいい世界観、すっごい可愛かった。あんた好きそうだね、好き。で、一時期流行ってたアイコンを違うアイコンにする、なんだっけ、ショートカットでやってます。まあ、スマホの中身全部やったら結構時間がかかっちゃうので、それでは今回はほのちゃんのカメラロールをチェックしちゃいたいと思います。ここでちょっと一つ、あの編集者さんにお願いしたいんですけど、私のあのカメラロールって結構モザイクが多いと思うので、本当にあのやましい、全部モザイクにしてください、お願いします、マジで。じゃあうちも一緒に見てもいいですか。いいよ、気になるなったらいいですね。これなんですか。これはさっきエルニーニョくんがなんかツイートしてたやつを保存したっていう。エルニーニョくんって誰。YouTuber さん、あのフォトナとか実況して、あー、そう、最近でも結構人が出てやってます。本人がね、はい。あ、私との写真がいっぱい。危なっ、割れすぎ、怖っ。めっちゃ割れてるんですよ。めっちゃ触るの怖いんだけど。めっちゃ落としちゃって、気をつけてくださいね。いっぱい、あ、自分通りも合いますね、可愛いです、ね、さっきももかちゃんに、はい、インスタのやつが一番漏れますか。あ、それはなんか最近その髪の毛どうしようかなって今日迷った時に、あー、まあね、参考にしようとしてんだ。そうそうそう、何これ。あ、それはなんかちょっと待って、キモい、かわいい、漏れてんじゃんこれ。そうですね、加工なんで、あの私のなんか YouTube 撮ってた時になんか漏れてたから写真撮りました。はい、エクステとつけたから写真撮りました。いいです。ピンクのじゃないですかこれ。新しいの、ピンクじゃない、2個買ったの。あー、黒のやつね。髪伸ばしたいんですか。伸ばしたい、伸ばしたいけど切りたい気持ちもあるんだよね。で、ここでなんかさ、これ以上伸びるとさ、やばくなるじゃん、この毛先が、うん、え、でも今が一番やばい。あ、そうなんだ。これすごい気になったんですけど、これ、え、なんかうち指輪をつけてたんですよ、小指用の、うん、で、ハンドクリームをベタベタにつけて、うん、ここの指に入っちゃって、どうしても抜けなくなっちゃって、どうしようどうしようってなってとっさに撮った動画です。で、まあ、無事抜けたんだけど、ガチ痛かったし、本当に死ぬかと思った。その動画貴重じゃん。あ、今抜けないですみたいな、ね、あ、のりちゃん手伝ってくれてるの。痛そう、本当に抜けなくって、めっちゃ痛かった、めっちゃ痛かった。めっちゃ痛いんですよ、本当に。何してんの、何で抜けるか、あ、やばい、あとちょっとみたいにやってるんだけど、本当に抜けなくって、抜けたんだけど、なんか嬉しそう。昨日までずっとここの違和感がありすぎて、なんか関節を多分曲げたのかな、分かんない、細くしたのか分かんないんだけど、ここの指がガチで痛かった。なんでさ、無理そうな指がベトベトしてまで止まっちゃったんだよ、なんか。そう、って感じです。素敵です。
憧れは自分の自撮りですね。そう、なんかサムネで使おうかなと思って。あ、いいですね。これなの？これね、自分のメイクがうまくいった日の写真。あー、なんかうまくいった日は参考にしようと思って写真撮ってます。わかるわかる。これは？それ広いが、広いが、可愛い女の子見つけて、うちなんかウルフカットいいなと思って。でも学校ワンちゃんダメだから、あ、そう、ね、夏か冬休みにウルフカットしたいなと思って。めっちゃ似合うと思う。まあ言ったじゃん、うち本社ウルフカットって。だからちょっとウルフカットの参考に可愛い女の子探してます。可愛い。これも？これはただ単に可愛かったからっていうだけです。広いが多いね。これ何？なんかそれツイッターで流れてきて、なんか面白かったから。どういう状況かね。なんかフリスビーを投げて自分に返ってきちゃってグシュってなったみたいなので、なんかツイッター投げてきて面白いなと思って保存した。逆に上まで行っちゃおうか。多分ね、うちね、ちょっとお話ししたいことがあって、私スマホのこれマックスが多分260何とかで、私今このカメラだけで190何ギガバイト言ってるんですけど、これめっちゃ消したんですよ、写真を。だから消したやつが Google フォトに全部保存してあるから、めっちゃ昔の写真は Google フォトの中に入ってる。だから、ね、かそっち見た方が面白い。あー、いいんじゃん、いいじゃん。じゃあ最後そちらのアプリ紹介してもらって終わると思います、うん、それで昔の写真とか見たらいいですね。これ誰？マスオさん？マスオさん、マスオさん。うちが真面目にマイクラフト好きで、マイクラブっていう昔あったYouTube アカウントがあるんですけど、それのイベントに行った時の隣のところでマスオさんがなんかやってて、で写真撮り行ったみたいな。でそこがちょうどでっかいところなの。どこだっけ、さ、これ2016年だからほのちゃん、マスオさんだいぶ子さんじゃん。でこの時ってほのちゃん YouTube やってる人？やってるやってる。やってるんだ。ウーム入ってるよ。あ、じゃあウームだ。マスオさん知られてないけどね。かわいい、めっちゃかわいいよ。なんかおかめさんみたいなんだけど、この時はすごい純朴そうな顔してる。純朴そうで。あ、YouTuber してる。これ YouTube のどこだっけ、あれ YouTube スペースで無料でできるなんかプリクラみたいなのがあって、かわいい。これ何、シンデレラとなんか試合金が混ざってる。昔のんちゃんが上げた動画の真似してるやつを撮ろうっていうので、のんちゃんの丸騎士真似しました。なるほどね。いや、これニコ生町会議行ったやつ。へぇ、これいつだろう。あ、これ後ろの人、これ、あ、野保さんじゃん。これね、シルク君。ね、ユーフェスだね。あー、ほんとだ。ユーフェスじゃない、ウマ釣りだ。ウマ釣り懐かしい。なんかウマ釣りでうちちっちゃすぎて、なんか中に入って、すいませんすいませんみたいな、うちほんと見たすぎて。そしたらなんか特別なところみたいので、なんか子供席があって、そこに入れてもらったの。へぇ、この子子供なんか入れてあげてみたいで、それでうちがもうこうやって、もうこうやってんの。それを JJ コンビのジョーディさんのインスタグラムかなかなんかにうちが映って、なんかこういう感じになっちゃう。今も上がってんのかわからないけど、ちょうどハイタッチをしてるところ。へぇ、すごい。よくシェイキンさん。あー懐かしい。キャ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 、10秒待って待って待って、まあ、かわいいね。自撮りしてるよ、かわいい。大阪だね。多分 ね、大阪一人で、一人じゃない、パパとうちと行った時、あ、のんちゃんもいたわ。お盆に行った、お盆休みに行った時。へー、いいね、こう昔のやつがあるのは。ウームの忘年会さんだ。忘年会だ。この写真が貴重だよ。あ、これ、これももかちゃん、あ、いないよ、多分まだいないよ、この時、うん、これの次の年だよね。そう、ギリ終わっちゃったぐらいだったよね。そう、写真、忘年会が、そう、なんかうちが最初に入っていった忘年会が、うん、ちょうどその写真スペースみたいなのがあって、写真撮ってもらったのが本当に、いや、すごいじゃん。シェイキンさん、ほらほら、何がすごい、何がほらだ。シェイキンさんもいた。ほら、フィッシャーズさんとか、おー、すごい。シルクさんとか。私がウームに加入してから、忘年会で写真撮影禁止になっちゃったんだよね。マジちょっと惜しいタイミングが。もうちょい早く帰ってれば写真撮れたんだけどね。まあ、会ってくださいって言ってコラボしたら写真撮れるよ。というわけで、貴重な写真をありがとうございました。あれはアルバム見ますか。チャンネル登録してね。はい、というわけで今回は、まあ、ほのぼのちゃんの貴重な写真をね、漁ることができたので、すごく良かったんじゃないかなって思います。需要ありますかね。めっちゃいいと思います。めっちゃ可愛かったです、本当に。ありがとうございます。あと、ちなみにほのぼの番組最近更新されたじゃないですか。今日ですね。そう、今日ですね。見たんですけど、編集めっちゃ凝ってましたね。あと、過去動画全消ししてたんですけど、それどういうことなんですか。なんか本当にこれちょっとだけ悩みに話したいんですけど、私本当に自分が嫌で、なんか昔の自分が載ってる YouTube に新しい自分を更新するのが嫌で、昔のなんかわちゃわちゃしてて、こうメイクも何もしてない自分が映ってるの、なんかキモみたいな、ちょっと無理みたいになって、でなんかそれプラス、その編集して
あ、撮影して編集してで、なんかやっぱちょっと違うなみたいな、時間経ってやっぱちょっと違うなってボツになることが多くって、で、そういう時にあの、あんちゃんが昔の動画を全部一回非公開にしてメイクチャンネルを作りますみたいな、うん、で、それをパパに言ったの、うん、こういうことしてるんだけど、うちもこういうことしたいなって言ったら、あ、じゃあ10万人いったら公開するんだったらいいよっていう話になったから、うん、うちのチャンネル登録者数が10万人いったら公開するんだけど、それまではちょっと非公開に。あ、非公開か。そう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 、あの、10万人いったら多分それまでに動画ちゃんと上げてたら、あの、昔の動画埋まるんで、あげなさい。そうそうそう、だから、はい、ということで全部非公開にさせていただきました、はい、というわけでほのぼの番組さんのチャンネルは概要欄にリンク貼ってありますので、ぜひチェックして。最後私のチャンネルの挨拶してもらう。あ、宣伝どうぞどうぞこんにちは、こんばんは、ほのぼのです。ちょっとさ、めっちゃ考えたよね。ピョンピョンピョン、ほのぼのですって考えたじゃん。あ、まあでもこんにちは、こんばんは、まあいいんじゃないかな。というわけで、そのほのちゃんの凝ったほのぼの番組の動画もね、皆さんチェックしてみてください。それでは皆さん、バイバーイ。バイバーイ。はい、ありがとうございます。あなたの写真ほんと可愛いですね、ちっちゃい頃の顔ディスやん Why do I make things complicated? Why do I lose all my control? I keep on letting my bad habits make us both come crashing to the floor.